鳥取県境港市水木しげるロードに設置されている百目のブロンズ像。百目は全身に無数または百個の目を有する日本の妖怪である。全身に数多くの目があるとされる妖怪で水木しげるの著書によれば太陽の出ている昼間は眩しいので主に夜に出歩くことが多く人が百目に出会うと無数の目のうち一つが飛び出し後をついてくるとされる。 また口に当たる部分も目で構成されているために口とおぼしい器官が見当たらず何を食べたりするのかわからないという。百目という妖怪のおおよその形態は昭和中期に創作されたものであり、当時妖怪や特撮番組記事の制作にも関わっていた大友商二は百目は水木しげるが考え出した妖怪と明言している。水木原作による特撮テレビ番組。 悪魔くんの第一話に登場した妖怪ガンマーが雑誌などで百目妖怪ガンマーあるいは百目ガンマーと表記され後に水木自身の著作に百目として収録されたとの指摘もあるただし作中のガンマーの設定は百目とは大きく異なったものでガンマーと百目は共通デザインの別物でもある百目に付与された解説は水木しげるの手がけた 妖怪図鑑などに民間伝承にあるという形で掲載されているが、民族資料の上で出展は確認されておらず水木の創作の可能性がある。水木シュゲルによって描かれ水木シゲルロードのブロンズ像などにも見られるが、水木のオリジナルデザインではなく、100目とされる絵画が先行して存在している。妖怪研究家の村上賢治は、 百目のデザインの参考となったのは、百目期と称される、江戸時代末期から明治時代初期にかけて描かれた絵であろうと指摘している。ドーズは、ネットアグネル協調、日本のユーモアに掲載された、日本の絵画作品で、日本のユーモアで、百目とキャプションされており、これが、ガンマー、100目のデザインに活用された、かつ、名称の由来になったものとみられる。 日本のユーモアには、天居や所蔵が示されていないため関係は不詳だが、ほぼ同じ図柄の肉筆画工とガンキも存在する。水木しげる、悪魔くんのリメイク版漫画やアニメで主人公の見方として100目の子が登場したほか、全身に無数の目があるというインパクトのある外見から、キャラクターモチーフとして採用されることも多く。 特撮作品の敵キャラクターとして登場することも多い。徳島県三好市山城町の三好市立場、名小学校では2012年3月予定の休校に向け全児童8人による卒業記念制作として2011年から100目をモチーフにしたモニュメントが制作された。樹齢100年前後のヒノキの丸太を用い、この目が地域を いつまでも見守るというメッセージを込めて、丸太に刻まれた約20個の節を目に見立てたものである。ありがとうございます。